アメリカの JC ペニー店舗アメリカの JC ペニー店内 JC ペニーはアメリカ合衆国に本社を置く大手百貨店チェーン。1902年にワイオミング州ーン軍ケメラーにてジェームズ・キャッシュペニーらによって創業された。2020年2月現在約840店舗を要する。シアーズ、ウォールマート等と並ぶアメリカの代表的なゼネラルマーチャンダイズストア。 スティーブ・ジョブズが復帰していたアップルコンピューターへ2000年にターゲットから移籍しリテール部門の責任者として直営店の立ち上げを成功させたロン・ジョンソンが2011年11月 JC ・ペニーに CEO として招聘された年俸は5300万ドルで当時の業界最高水準と言われているジョンソンは JC ・ペニーの経営に 新興企業の発想を持ち込み、特売やクーポンを廃止して、エドルプを全面に打ち出すとともに、スマートフォン対応のセルフレジや、専門店導入などの改革をやつぎばやに打ち出した。しかし、このやり方は、顧客の離反を招き、2012年の売上は、前年比25%ダウン。経営改革は、失敗に終わり、翌2013年4月、ジョンソンは、 退人に追い込まれた。JC ペニーは、ジョンソンの前に経営を率いていたマイロン・ウルマンが、CEO に復帰。2015年、ウルマンに代わって、ザ・ホームデポから、公認 CEO に転じたマービンエリソンは、プライベートブランド商品の拡充等を通して、来客の増加を図ったことで、2016年には10億ドルの EB ティを計上した。ところが、2018年にエリソンは、 突如、JC ペニーを去り、ホームセンター運営へのローズへ移籍。a m a z o n .com などネット通販との競争が激しさを増し、多額の負債に直面する中で CEO に就任したジルソルタウは、ターゲットやセブンイレブンなどで経験のある人材を幹部に起用して、立て直しを図ろうとした。経営戦略の迷走が続く中、新型コロナウイルスのパンデミックに伴う休業が、 インドを渡す形となり、2020年5月15日、連邦倒産法第11章の適用を申請して、経営破綻した。ジェームズ・キャッシュ・ペニーは、アメリカ合衆国のビジネスマン。アメリカの大手デパートチェーン、JC ・ペニーの創立者として知られる。ありがとうございます。